皆さん、こんにちは。日本語教師の三重子です。今回は中国重慶の旅を皆さんにシェアしたいと思います。重慶は私が住んでいる昆明から高速鉄道で5時間ほどかかります。これから重慶に行きます。楽しみです。重慶は長江の上流に位置していて、中国西南部最大の商工業中心地です。山の上に町があることから、シャンチェンとも呼ばれています。重慶の町が見えてきました。重慶の気温は何度でしょうか ?32 度ですね。昆明に比べてかなり暑いです。私たちは重慶北駅で列車を降りました。これは重慶の観光案内図です。重慶には日本領事館があるので、私は今までに3回来たことがあります。以前来た時は日帰りツアーを利用して、世界遺産である大足石刻にも行きました。そして夜にはイルミネーションナイトツアーにも参加しました。このツアーはチャオティエンメンから出発して、千と千尋の神隠しの舞台にもなったと噂されている本屋アトンを通ります。本当に素晴らしい夜景を楽しむことができました。今回は時間の関係で夜のツアーには参加できなかったので、昼間のチャオティエンメンの様子を皆さんにお見せしたいと思います。私は今、重慶で一番の観光地であるチャオティエンメンに来ています。このチャオティエンメン、朝天門は三峡下りの出発点となっていて、長江と華梁江が合流する地点。昔から長江を利用した水上交通の要所として栄えていたそうです。この辺りにはいくつか巨大なショッピングセンターがあって、買い物や食事などを楽しむことができます。今、重慶のモノレールに乗っています。モノレール也就是轻轨，也是单轨电车。日本語でモノレール。モノレールです。轻轨電車。綺麗な景色が見られるのでとても楽しみです。皆さん見てください。川の向こう側にたくさん高い建物が見えます。重慶市は中国で唯一内陸部に位置する直轄市で、総人口3000万以上、北海道よりも広く、人口と面積で中国最大の都市です。山が多い地形で平地が少ないため、建物や交通網が立体的に整備されていて、モノレールがビルの中を走っていたり、高速道路が5層にも重なり合っていたりと、ダイナミックな風景が見どころです。重慶は中国の四大かまどの一つで、夏はとても蒸し暑いですが、地下鉄やモノレールの中はクーラーが効いていて涼しかったです。外は33度ぐらいでとても暑いんですけど、この中はとても涼しいです。昆明にいるみたい。重慶はどうですか？重慶は何回目ですか？何回も来ていますね。毎回楽しい。毎回楽しい。日本の領事館も重慶があります。重慶にありますね。皆さんももし夏に重慶に来たら、外を歩き回るのは大変なので、モノレールに乗って
車窓から美しい景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。皆さん、今回の動画はどうでしたか。私は明日、香港経由で日本に帰ります。日本でも時々旅の動画をアップする予定です。皆さん、楽しみに待っていてくださいね。では、今回はこの辺にします。ありがとうございました。バイバーイ。